ジェラルド・ワインバーグ、1933年10月27日から2018年8月7日は、アメリカ合衆国の作家、心理学教師、そしてソフトウェア開発の人類学者。彼の有名な著作、プログラミングの心理学、一般システム思考入門の多多くが、ソフトウェア開発、プログラミングコンピュータ科学の名著とされている。ワインバーグの著作は、 人を魅了する文体とユーモアにあふれたケークで知られている。1997年6月にエドワード・ヨードン、チャールズ・バベッジ、シーモア・クレイ、ジェームズ・マーティン、グレース・ホッパー、そしてビル・ゲイツと共にコンピューター殿動入りした。1933年10月27日、シカゴで生まれる。子供の頃から書くことが好きで学校では 頭のいい生徒として先生から目をかけられており、飛び級もしている。しかし、クラスメートからいじめを受けており、母からの虐待もあった。ピンボールの能力が高かったが、当時、ピンボールは、風気の悪いボーリング場などにしか置かれなかったため、母にはよく思われていなかった。そのため、51020という機種のピンボールマシンを、父が購入し、自宅の地下室に設置する。 しかし、5セントで、ボール5個の有料設定にしていたため、ジェリーは時々ボーリング場に行っていた。有料にしてくれたことが、元を取ろうという意欲につながり、ピンボール能力の向上に役立ったとジェリーは述べている。1年生の時、必修科目の国語のクラス分けで不正をし、ビルガフニー先生のクラスとなる。入学当時、身長190センチメートル。 体重1 0 7キログラムだったが、クローン病にかかり、2年生半ばに体重が6 2ラムになった。さらに、オマハの病院に入院中に5 0ラムまで減り、初期のモルヒネ中毒となる。ロージーと呼ばれる看護婦によって中毒を打ち破ることに成功する。ネブラスカ大学のプレハブ校舎で速毒の講義を受けている。フリーブル教授の下でバイトをしており、 時給90セントのバイト料が稼いでいた。しかし、非域の生徒の点を上げ、気に入らない生徒の点を下げる、教授のやり方に反感を覚え、バイトを辞めている。バークレーで物理学の博士号を取得する。サンフランシスコで IBM に就職する。IBM650 のプログラマとして高い能力を持ち、満足していた。 ロスアンジェルスに転勤するが、当初 IBM704 が使いこなせず、IBM650 に戻ろうとしていた。何とかの転勤後、ワシントンの連邦システム部門に配属される。NASA が入札業者に提案を求めたシステムの誤りを発見し、問題点と代案を提出する。その結果、マーキュリー計画のオペレーティングシステム開発マネージャーとなる。当時、 IBM 社長兼会長のトーマス・ J ・ワトソン・ジュニアから人命が失われる恐れのあるソフトウェアの欠陥を見落とすことがないようにという指示を受けた。誰かがそのような欠陥を無視しようとした場合は、その人物をニューヨークのワトソンのところへ送ることになっていた。無視しようとした人物が14人いたが、ワトソンと話をする必要があるといったところ、全員が引き下がった。 以下に、ワインバーグの著作で発表された法則を列挙する。記載の順序は、場所の発行順とし、同じ本の中で紹介されたものは、原則として、ページ数の照順とする。同名の法則でも表現が異なるものがあるため、重複するものも記載する。数字の表記は、引用元に合わせるものとする。サービスが不十分である。の結果として、顧客は、 現行のサービスを全くないしあまり利用していない。やはりの結果として顧客はサービスの改善を求める。お理由としてシステム分析家は要請を拒否する。製品は不満足である。1により潜在的ユーザーはその製品を使用しない。潜在的ユーザーはもっと良い製品を求める。2の理由により要求は否定される。協調の置き場所を変えてみる。 肯定を否定に、否定を肯定に変えてみる。手もよよ、なければならないに変えてみる。または、その逆をやる。または、お、と、の一方に変えてみる。または、その逆をやる。およびを、またはに変えてみる。または、その逆をやる。積極的に定義が与えられている術語を選んで、文中のそれが現れた場所を定義の文句で置き換えてみる。ういか同様。 他などとあったら、そこにもう一つ、実例を付け加えてみる。説得的な言葉、明らかに、ゆえに、明瞭に、確かになど、を探して、それが代表している、はずの論章でそれらを置き換えてみる。文、またはパラグラフが表しているものを絵に描いてみようと、する。言葉で書いてあるものを式で表す。式を言葉で表す。図が何を言っているかを言葉で表そうとしてみる。 読者を筆者で置き換える。筆者を読者で置き換える。我々と読者を双方で置き換える。一つのをそのそのを一つので置き換える。一部のを全部で置き換える。全部のを一部ので置き換える。常にをある時で置き換える。ある時を決してないで置き換える。自分の文章から二つの段落を選ぶ。よくできたと思う段落と、 満足できない段落を選ぶこと。それぞれの段落を一文ずつ書き直し、次数の N 分の1を削除する。さらに、N 分の1の分を削除する。元の段落より良くなったが、何か大事なものが欠けていると思ったら、品質を回復するために3語だけ追加しても良い。原稿の中から何かがおかしいと思う箇所を選ぶ。その部分のコピーを保存しておく。 それぞれの段落のそれぞれの文を書き直し、少なくとも一文につき一単語削除する。会話文のように一文だけの段落が続く場合は、単純に十文につき一文字削除する。書き直した文章を元の文章と比較する。元の文章の方が良ければ、元に戻せば良い。部分的に良くなっていれば、それ以外の部分を元に戻す。全体的に元の文章より良くなったが、 何か大事なものが欠けていると思ったら、品質を回復するために産後だけ追加してもよい。次に、原稿全体の中で断然よくできていると思う部分で同じ練習を繰り返す。もしもっとより良くなったら、この手法を原稿全部に適用する価値があるということではないだろうか。人の心を読むな。自分の心を読め。自分の望みがわかるまでは実現するかどうかは気にするな。 自分の望みがわかるまでは妥当かどうかは気にするな。自分の望みがわかるまでは、それが受け入れられるかどうかは気にするな。自分が本当に求めるものを知る手がかりとして、自分が何をしていないかではなく、自分が何をしているかに注意せよ。自分が何を求め、何を求めないかを知るために、自分の感情に注意せよ。欲しいものが手に入らないかもしれないと心配するな。 それが現実になってからでもいくらでも心配する時間はある。話し合わないうちから条件を引き下げるな。願うものの数を制限するな。他の関係者とも遠慮なく交渉して良いことを忘れるな。相手のために交渉をする必要はない。相手には相手の願いの杖がある。サービスが満足なものではない。一のせいで客が現在のサービスを利用しない、または 十分に利用しない。同じく一のせいで客がサービス向上を要求する。二を理由に組織がサービス要求を拒否する。言葉、口調、ボディーランゲージを使って心から感謝を示す。残念そうに、しかしはっきりと言い訳せずに、ノーと言う。将来別の関係を作るきっかけを示す。最初に集中する。次に、 相手の感情の構造に入る。最後に状況を転換する問題解決の行動をとる。集中自分は今どのような気持ちか。環境今ここには何があるか。記録この人物を写真に撮ったら何が見えるか。類似自分はこの人物を誰と重ねているか。投影これらの思考や感情は本当に相手によるものか、それとも私が相手に。 自分の思考や感情を投影しているのではないか。分類自分はどのような分類を適用しているか。独身相手の頭の中では何が起きていると思うか。歴史相手と過去に付き合いがあるとすれば、それは良いものだったか、悪いものだったか。伝文この会合の前に第三者から得た情報はないか。共有このチェックリストの項目を相手に知らせることをどう思うか。 ありがとうございます。